三ツ矢青空たすきが送る体験プログラム。日本の自然と文化を未来につなぐ語り部の相葉さんにアルコールインクアートの魅力について聞いてみた。このアートは筆ではなくて風を使うんですよね。で、偶然できた色のにじみとか、まあ、形を楽しむものなので、あの思い通りに描けないんですけど、それを楽しむアートです。糸島の海で五感を使って得たインスピレーションをアートで表現していただきます。初心者でもこんなに綺麗な作品が作れちゃう。詳しくは三ツ矢青空たすき YouTube 本編をチェック。朝日飲料